私たち、くし葵いファームは、宮崎県くし市で約40ヘクタール、東京ドーム8.5個分の畑で生花用のさつまいもを栽培しています。自社生産だけでなく、日本全国200を超える契約農家と協力企業からも仕入れており、年間の取扱い量は約8000トンです。株式会社くし葵いファームの 奈良さこと申します前職は商社でさつまいもの輸出に携わっておりました、えー、しかし全く異なる部署への移動の内示をきっかけに串間葵ファームに転職し社内の社長内定総選挙を経て今に至ります串間、えー、葵ファームの現在の特徴は、えー、生産や出荷はとにかく現場力を強化しながら生花用として流通している多くの品種を取り扱い IT を活用し、トレーサビリティを実現しながら、1年間安定して高品質なサツマイモをお届けできることです。それではここで、サツマイモの収穫後のキュアリングと貯蔵の様子を動画でご覧いただきたいと思います。収穫直後のサツマイモを高い温度と湿度の環境に一定期間置く、えー、キュアリングと呼ばれる処理をすることで、サツマイモ表面に薄い膜を作り、 えー、長く持つようになりますキュアリング後は温度と湿度を管理された貯蔵庫の中で貯蔵していきます私たちの経営理念です福島いファームは農協の一組合員であった池田誠が2013年に設立した農業法人です設立のきっかけは販売の市場依存組織の硬直化などいろいろありましたが 一番大きな理由は流通の不透明性でした農家の手取りが50円なのに海外では700円で販売されている当時は輸送コストや腐敗率のことはよく分かっておりませんでしたがそれでも何かがおかしいこのままでは国内のさつまいも農家は生きていけない自分で作ったさつまいもは自分で売る そうした決意で作ったのが、くしまあおいファームです。とはいえ、農協出荷をやめて、独自に販売しようと思っても、思ったようには売れず、時には不当としか思えない圧力も受けましたが、そうした圧力をバネに、必死にあがき続けました。平日の昼は畑作業、夜は出荷作業、週末は祭事という忙しい毎日。 そんな中、ある祭事に参加した時のこと。販売している小さなさつまいも、小芋を見たおばあちゃんが、これぐらいの大きさが私にはちょうどいいのよね、と一言。当時、小芋は収穫の手間がかかる割に高く売れず、畑に放置されるのが一般的でした。そのおばあちゃんの一言に、小芋の可能性を感じ、近隣の農家にも小芋を収穫するよう依頼。 小芋を武器に積極的に営業を開始しました。海外で小芋が売れると聞いたことがあったので、県内の商社がシンガポールへの輸出を開始するという記事を見て、すぐにその商社に電話し、輸出を開始しました。最初は少量でしたが、次第に小芋が足りなくなり、小芋の出現率を意図的に高める小芋密植栽培を確立、出荷量を増やし、さらに香港や 台湾など出荷先も増やしていきました。海外輸出の課題は現在もありますが、現地にも頻繁に足を運び、課題を少しずつ改善。気がつけば日本からの輸出、日本一の規模になり、平成28年度輸出に取り組む有料事業者表彰においては、農林水産大臣賞を受賞するまでになりました。現在も事業は成長を続けており、 会社設立時からの売り上げは35倍、雇用人数も25倍まで規模を拡大しております。しかし、当然ながら課題はまだまだたくさんあります。ここでは現在、解決に向けて取り組んでいる課題を2つご紹介いたします。1つ目は、特に南九州で猛威を振るっているサツマイモ元腐病です。現在も解決策は見出せておらず、この病気の影響により、 収量減、収入減となり、利能が増加しています。串間市はある意味、元腐れ病先進地であり、私どもは植え付き時期、品種、農業資材、作り方、農薬など、様々な組み合わせで独自に元腐れ病対策試験を実施、結果を広く公表しています。今回の フードドリンクアワードでも提供させていただいております、日向スイート。これが現時点において、元腐れ病に対し、最も抵抗性を有していると考えており、私どもは今期自社40ヘクタール、すべて日向スイートを作付けします。同時に、契約農家に対しても、日向スイートへの全面切り替えを推奨しています。また、宮崎大学農学部とも共同研究を行っており、 こちらでも新品種の開発を進めております。二つ目は商品価値を失ったサツマイモのリサイクルです。サツマイモは成果物で腐敗は避けられず、腐敗したサツマイモは捨てざるを得ないのですが、これを何とか有効活用できないかと試行錯誤しております。エネルギーとして活用できないか、家畜の餌にできないか、とうとういろいろ取り組みましたが、なかなかうまくいかず、現在は芋炭の可能性を探っております。 脱炭素が叫ばれる昨今、バイオ炭の農地処理や日用品としての活用など、芋炭は大きな可能性を秘めていると感じています。世界中でサツマイモを食べましたが、日本のサツマイモが間違いなく一番美味しい。この美味しい日本のサツマイモを国内においても、海外においても、生活になくてはならないものにしたい。そうした思いから、串間いファームモデルの海外輸出。 具体的にはアフリカでの現地生産から始めたいと考えておりますこうしたいろいろなキャラクターを作ってまいりましたがおおよそ農業法人の枠にとどまらないという組めをしてまいりましたまこれからはさつまいもの時代ですありがとうございました